青森県立八戸西高等学校坂道部の生徒が19日水曜日花の甲子園全国大会出場の巨大切符を受け取り大会への意気込みを語りましたこの日は八戸西高の校内で坂道部に所属する生徒3人が青森県住みます芸人ノーストンの2人から花の甲子園全国大会の巨大切符を受け取りました 「池坊花の甲子園」は吉本興業株式会社が協賛する高校稼働日本一を競うコンクールです八戸西高は東北地区大会で優勝を果たしこの度全国大会へ出場することとなりました自分たちの正直な心を花に反映させながら自分たちらしさを損なわないような生け花ができればいいなと思います。 好きな華道で、大好きな仲間と精一杯努力をして、花に向き合って。笑顔で、最後まで頑張りたいと思います。信頼できる仲間と一緒に、精一杯楽しんで華道していきたいと思います。全国大会に向けて。頑張るぞー。わあ。池坊、花の甲子園二千二十二の全国大会は。十一月十三日に京都市で開かれます。